って来季も三原長崎で戦うことになりました。長崎長いですけど、こう最近は本当 J1 昇格を成し遂げてないんで、そこの目標にだけ向かってまた精一杯頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。単純にこのチームでやっぱりまた J1 っていうところで戦いたいなっていうのもありますし、やっぱこんだけ長いいると、恩返しっていうか、そういうのもしたいなっていうのも思います。改めて長崎の精神力が試される時間です。おっしゃる通りですね、2点は最低でも取らなければいけない試合になりましたから、制しました。あの時は本当勝たなきゃいけないってただもうそういう状況だったんで、それだけでしたね、あの時は。今シーズン、個人的な反省を今してて、やっぱメンタルのところかなっていうのが一番、思いますね。今シーズンは、やっぱりちょっと波があったかなっていうのはあるんで、それをどう持っていくかっていうのは考えています。僕は個人的なことしか考えてなくて、自分がより得点に絡み、チームをもっと引っ張っていくような存在であったらもっと良くなると思うので、そこをフォーカスして今やってます。選手自身の中でこう大事にしていること、サッカーに対して大事にすることだったり、ちょっと教えていただけますでしょうか。サッカーに対して、そうですね、やり続ける、多分いろんな試合出るにも出ないこともあったし、うまくいくこともいかないこともあったけど、そうですね、やって、やらないと解決できないんで、サッカーは特に考えても結局サッカーの解決はプレーでしかできないんで、やり続けるっていうことですかね。やっぱりスピードを持って前に出ていけるとか、そういうところかなと思います。やっぱ自分の持ち味とか、そういうのを出していって、あとは本当なんですかね、チームのためにプレーするっていうのを、意識してるっていうか、そこは大事にしてるかなと。第23節前半を終えて2対0清水がリードしています。これから後半戦が始まっていきます。やっぱり澤田、加藤を入れてきました ね。松山、さあよく見ていた澤田のクロス、折り返して、ここにシュート、桑崎切り返して打てるか、桑間が
ゴールになります。まあ、本当負けてたんで、まあ、そこは、まあ、まずは点を取って同点にしてとかそういう流れを変えるようなプレーができればなと思って入ってました。示していかないといけないかなって思います。いいね、いいじゃないですか、風が出てる。いただきます。いきます。はい、チーズ。まあ僕たちは勇気っていうか元気を与えるプレーをして、まあ本当それでなんていうか活気がついてくれればいいと思います。うわ、あんまりしてないですけど、まあでもやっぱ年齢的に上になってきたんで、はい、まあ、そこはまあやっぱ負けないようにっていう感じですね。まあやっぱりもっと生き生きとしたプレーしたいですし、まあ、あとはベテランの味っていうのを出していければと思います。まあやっぱり、ずっと結果って言ってるんで、やっぱ結果をもっと出せば、自分が出せば引き分けの試合を勝手にできるし、やっぱ結果を出していきたいですね。